ベリーグッド。このディレクトリのトゥルーミッションの再登録完了を確認。しかし、ユノ姉さんさすがだね。フラグメントキーの修正や組み込み、さらにレベルアップしてる。まあ、プログラミングは本職だからね。でも、天田少尉さんとアイナさんの件は感心できないかな。うん、それを言われちゃうと。ごめんなさい。手術を成立させることに成功はしたけど、異なるシミュレーション結果は管理システムから警告が来るよ。来た？幸いにもまだだよ。結果、誤差は許容範囲だったんじゃないかな。自動修復モードで対処が始まってるし。誤差だったという情報がさくらに伝えられていないのは気になるけど。頼りがないのは元気な証拠って言葉もあるし、私は私の仕事をするだけだよ。今回はこっちからガベージスペースにハッキングをかけて次のディレクトリに進むよ。そんなことできるのか、さくら。日野姉さんのプログラムを改造したツールだけどね。ではインストールセットアップ。パスコード入力しろ。パスコードガベージスペースを切り裂いて開け。ハロこの基地の全データをガベージスペースに転送開始。ちょっと、私のプログラム使ってるなら私に入力させなさいって。完了。転送完了。ガベージスペース侵入成功。さすが先輩。あとはここから次のディレクトリに。ほう、時が来たら招待するつもりだったが、まさかそちらから仕掛けてくるとはな。おっちゃー、もう見つかった？本来はもう少しこの階層で遊んでいてもらう予定だったのだが、こちらもまだ準備が整っていないのだよ。準備っていうのは何の準備よ。私たちのブレイク修正と関係はあるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。私もセキュリティレベルが高いデータの閲覧許可はまだ降りてないよ。二人とも権限がないと言ってる。ならそれを与えるのは誰？さて、急なゲストとはいえ、もてなしの心を忘れるわけにはいかない。ジェントルマン気取りね。本当に紳士なら黙って通してほしいものだけど。ふん、通すべきか判断する必要があるのでね。ドレスコードとでも思ってくれたまえ。小隊長くん、出てくるのは君だろう。準備をしたまえ。じゃあ見せつけてやろうか、小隊長さん。ええ、私たちのとっておきのドレス、モビルスーツをね。
プラグイン P 起動を確認。運用データの検証を開始する。そうそう、ウィングガンダムだ。よろしく頼む。無理はするな。ほう、出てきたな、小隊長くん。それが君のモビルスーツか。ドレスコードはクリアとしておこう。な、何これ、ガンダムじゃなくてモビルアーマー。人にはドレス着ろって言っておいて、自分は戦車か。主催者側の権限とでも思っていただこう。どうしてここで急にモビルアーマーを。小隊長、対戦車戦よ。どう戦うかね。ここまで大きさの違う敵を相手に。いけ。さすが。肝心な時に。まだなのか。直撃させる。当てる。ザッダーク。機体がまだ動く。いけ。やるな。うわっ、しくじったか。終わりはしない。これで決める。ゼアーク。この程度。やるな。見えている。当たれ。どうしたのかね。まだまだこれからだ。主砲のスライディング砲、副砲にミサイル。思い切り近づくか、距離を離すかした方がいいよ。中途半端な距離は禁物よ、小隊長。さあ、いろいろ試してみてはどうかね。こちらもデータが取れる。それが目的なわけ。あなたが今まで乗っていたガンダムとは関係ないの。私にはそれを答える権限は与えられていない。そこだ。肝心な時に。くそ、まだか。いけ。オールレンジ攻撃。やるな。いけ。しくじったか。大丈夫か。
フラグインピール。そうそう。当たる。ほう、出てきたな、小隊長くん。それが君のモビルスーツか。ドレスコードはクリアとしておこう。何これ、ガンダムじゃなくてモビルアーマー。人にはドレス着ろって言っておいて、自分は戦車。主催者側の権限とでも思っていただろう。どうしてここで急にモビルアーマーを。小隊長、対戦車戦よ。どう戦うかね。ここまで大きさの違う敵を相手に。礼を言う。当たれ。まだなのか。行け。やるな。直撃させる。そこ。どうしたのかね。まだまだこれからだ。主砲の巨大ビーム砲、副砲ミサイル。思い切り近づくから距離を離した方がいいよ。中途半端な距離は禁物だ、小隊長。さあ、いろいろ試してみてはどうかね。こちらもデータが取れる。それが目的なわけ。あなたが今まで乗っていたガンダムとは関係ないの。私にはそれを答える権限は与えられていない。そこ、直撃させる。肝心なと当たれ。そこだ。まだなのか。直撃させる。展開。こんなところで。まだやれるぞ。いけ。さすが小隊長君だが、この走行には手を焼いているようだな。全部が硬いわけじゃないよ。接合部とか中央部のカバーだ。攻撃を集中させて動きを止めろ。ちょっと、もっと詳しく。何のことかね。このプラグインキー簡単には倒せん。ね、ヒントはもらったわ。あなた自身からね。何？小隊長、集中攻撃をかけて。でやー。直撃させる。そこだ。やるわ。オールレンジ攻撃。しくじったか。おい、大丈夫か。まだ動く。いけ。攻略法も教わったしね。何のことだ。あなた、
私たちを助けたいんじゃないの？できれば。だが人格プログラムにエラーが発生中だと。また混乱してる。招待状さん、今がチャンスだよ。この人格の乱れ、管理システムと本来のアームスは別の命令系統で使えてる。直撃させる。オールレンジ攻撃。行け。肝心な時にこれで決める。オールレンジ。しくじったか。そこで待っている。礼を言う。行け行け。さすがだ。当たれ。うわあ、期待が。まだやれるぞ。レディー・ユノ。またエラーだ。私の人格データはどうなっている？ハルス、未来を否定するな。起こったことはそれが自然なのだよ。人格データ自動修復プログラム実行。その上で未来を見据えて殺しを、俺を倒すこともその一部に過ぎん。どういう意味なの？当たれ。プラグイン P 活動限界か。レディーユノ、未来を見据える。忘れるな。待ちなさい、もっと具体的に説明を。ユノ姉さん、フィールドデータの負荷がすごい。イリオンステーブルに戻るよ。未来を見据える。作戦終了、帰還するぞ。